アイテム番号 SCP-302JP。 オブジェクトクラスユークリッド。特別収容プロトコル SCP-302JP はサイト8181に設けられている 1.5×1.5×1.5 メートル厚さ30センチメートルのコンクリートガラスのコンテナの中に収容されています。またコンテナ内部の温度湿度は一定に保たれるようにされています。 SCP-302JP を保存するコンテナは腐食性の液体による破損を起こすため定期的に入れ替えてください。またSCP-302JP の写し替えは、機械類を利用して行い、必ず人が触れないようにしてください。説明。SCP-302JP は80cm×50cm の、田園風景の描かれた油絵です。また、裏側には、無題、油絵。作、ミスター、お絵描き、と書かれています。1900年、月、日、三重県、にて発見されました。現場は当時無人の廃墟でした。SCP-302JP は現在 1128kg、1371kg の質量を持ちます。SCP-302JP のキャンバスに物理的に接触した人間は、その瞬間に消滅します。この際、身につけていたものも同様に扱われます。このプロセスは今のところどのような撮影機器でも記録することに成功していません。また、この現象が起きると同時に、絵画は一筆分描き足され、消滅した人間の体重と同じ質量が絵画の質量に足されます。この現象は、人間以外の生物や、無生物、人間の死体を含む、によって起こされることはありませんでした。分析の結果、絵画に使われている絵の具は人間の脂肪と同じ成分であることが分かりました。顔料の成分は現在分かっていません。実験記録 302JP に、日付、年、月、日。対象、B3021、実施方法、軍手をした状態の手で額縁。キャンバス面の順に触れる。結果、キャンバス面に触れるのと同時に D3021 の消滅を確認。分析。軍手も体の一部という扱いなのかな。針山博士。実験記録 302JP。3、日付、年、月、日。対象 D3022。彼には右腕の肘から先がなく、義手をしています。実施方法義手で額縁。キャンバス面の順に触れる。結果キャンバス面に触れるのと同時に D3022 の消滅を確認。分析義手も軍手と同じ扱いらしい。基準は何だろうか。針山博士。実験記録 302JP。4、日付、年、月、日。対象、D3023。実施方法、靴を履いた足で額縁、キャンバス面の順に触れる。また、B3023 には通信機器とライト、GPS 発信機を持たせる。結果、キャンバス面に触れるのと同時に B3023 の消滅を確認。通信機器、発信機は機能せず、分析。この分だと衣服越しでもダメだね。通信機は、まあ、期待してはなかったよ。針山博士。実験記録 302JP。5、日付、年、月、日。対象、B3024、実施方法、市販のおもちゃのマジック、ハンドで額縁、キャンバス面の順に触れる。結果、何も起こらなかった。分析、身につけるものでなければいいらしい。針山博士。これ以上実験によって得るものはないと判断され、SCP-302JP の実験は中止されました。ほい、
2000年月日、SCP-320JT を収容していたコンテナが著しく破損する事案が発生。調査の結果、内部に発生した腐食性の液体が壁面、床面を腐食させたことが原因とみられます。なお、この液体は分析の結果人間の胃液と同じ成分であることが確認されました。しかし、腐食性は人間の胃液よりも非常に高いです。以降、SCP-320JT は常時腐食液を発生させています。SCP-320JT を保管するコンテナは定期的に入れ替えるようにしてください。ご視聴ありがとうございました。また見に来てくださいね。ぜひチャンネル登録またはお気に入り登録をお願いしますですん。ですんですん。